はい、パーソナルトレーナーの中西です。今回5日間にかけて、5つのプレゼント動画を企画させていただいてます。その1日目のプレゼントとして、ふくらはぎを細くする、動画が、多かったので、今回はそれについてご紹介したいなと思います。でふくらはぎっていうと、検索するとですね、ほとんどの場合はおそらく見えてるかな、こういうふくらはぎを使いましょうっていう動画がすごく上がってくると思うんですけども、これ僕のお客様にも、普段からお伝えしてるんですけども、基本的に筋肉を使ったところっていうのは筋肉がもちろん、太くなりますよね。ということはこういうふくらはぎを鍛える動きをしていくとふくらはぎは太くなるわけです。じゃあどうすればいいのかっていうと、ふくらはぎが過度に、使いすぎないような体づくりをしていくことが大事なんですけども、その一つが足ですね。足、かかとだったりとか、足首だったりとか、その側部って言われるところになります。で、まあ、そこを整えることがすごく大事になるんですけども、今日は簡単なことの一つとして足の指ですね。足の指見えてるかな。足の指を動かしてあげるっていうことがすごく大事になります。で、まあ、今日は本当に簡単なご紹介動画として、まあ、一つですね、ちゃんと立ててるのかっていう目安として、足でグーチョキパー、グーチョキパーがちゃんとできるのかですね。パーは見えるかな。パーはなんかこうめっちゃ反った状態で、なんかこんな親指があちこち行ったりとかじゃなくて、ちゃんと横に広げれるようにしてくださいね。はい、ぜひチャレンジしてみてもらって、感想を教えていただけたらと思います。で、やる前とやった後でバランスだったりとかって全然違ってくると思うので、それもぜひ試してみてください。はい、今回1回目はこんな感じになります。2回目も、さっきから投稿させてもらったので、ぜひお答えいただけたらと思います。ここ全部受け取っていただいた方にはちょっとプレゼントを用意してるので、ぜひこの企画に参加してみてください。はい、ありがとうございます。